んこんにちは、ザ・ステップアップ大阪です、本日ご紹介するのはこちらの桃色インコ4羽です、まずご紹介するのはこちらにいるのは、鳥スタッフのお名前が花火っていう名前です。男の子です。今すごいリラックスして毛づくろいをしてます。よしよしよ。花火はすごいおしゃべり得意で、おはよう、こんにちは、バイバイ、花火、花ちゃんとかめちゃくちゃおしゃべりしてくれます。よしよしよ。で次にご紹介するのはこちらの一番左の、名前がたまちゃんで、この4羽の中でも唯一の女の子です。たまちゃんの誕生日は2016年の2月の3日生まれです。たまちゃんはほっぺたをカキカキされるのが好きなんですけど、どうかな乗ってきちゃったね。で、ですね、次にご紹介するのはこちらの2羽なんですけど、新しく入ってきた子たちで、目が大きいこっちの子が、お名前があられと言います。あられ。そして、今カメラの上に乗っかったのが、名前がつららと言います。あられの誕生日は2017年の12月7日生まれで、つららの誕生日が、5日違いの2017年の12月2日生まれです。この子たちもね、すごいカキカキが大好きで、めちゃくちゃ可愛いです。カキカキはよしよしよ。こんな感じで、めっちゃ頭がふわってなるのがすごい可愛いです。可愛いね。よしよしよ。すぐ可愛くて乗ろうとしてめっちゃね、おねだりがすごいです。で、この子たち、あられとつららとたまちゃんは飼い主様募集しております。たまちゃんって、たまちゃんはすごいピンクの色が濃くてすごい綺麗ですね、可愛いね。よいしょ。そうですね。なので、桃色インコの匂いもすごいいい匂いなんで、よかったら皆さん、匂いに来てください。待ってまーす。バイバーイ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 。最後に、おまけに、ユニガモメキシコインコのカールくんです。カール、バイバーイ。おやすみと言ってくれました。では皆さん、また会いましょう。